ヒラの耀の秘密のプロジェクト、ファッション界から広告業界まで、彼の新たなキャリアが衝撃の展開を遂げる。ヒラの耀さんは元キングプリンスのメンバーで、現在はトベエンターテインメントに所属しています。彼の才能は広く認められており、最近では LV ブランドとコラボレーションするなど、ファッション界にも進出しています。ヒラの耀がその魅力を活かして、さらなるキャリアの幅を広げる。 最近では有名ブランドのテレビ CM の顔としても起用され、存在感を高めている。主演のテレビシリーズの企画も進行しており、ファンは放送を心増しにしている。また、翔くんの新グループナンバー、愛も注目を集めています。バラエティ番組や CM に強いとの噂もあり、新時代を切り開く都市型エンターテインメントの野心的な動きとして注目されている。暗王子としての活動を通じて、 その才能と魅力で多くのファンを魅了してきた平野耀、人懐っこい笑顔と演技力で人気を確立した。トベエンターテインメントは平野耀を象徴的なキャラクターと考えており、その可能性を最大限に発揮するために全力を尽くしています。テレビ CM への出演もその一環であり、彼の魅力が広告業界に認められたことを示している。これによりファン層がさらに広がり、さらに人気が高まることが期待される。 平野紫耀が主演を務めるドラマプロジェクトが進行中であることも報じられ、彼の演技力と個性が光る作品に期待が高まる。また、ナンバー、愛としても活動しており、グループ活動が盛んになればバラエティ番組や CM への出演も期待される。これによりファン層が拡大し、都市型エンターテインメント産業の影響力がさらに強化されるだろう。 最近では、平野志陽が主イ・サントリーのテレビ CM に出演し、東京佐野角木と共演し、コミカルな演技を披露した。軽量なやりとりが視聴者に名コンビの誕生を予感させ、話題となった。サントリーは、大阪工場に55億円を投資し、2025年までに上流製品の生産能力を2.6倍に増強する計画を発表しました。私たちは、 平野信仕氏が、緑、ブランドの成功に与えた影響を高く評価しており、彼女を広告に起用することで、当社の成功を期待しています。製品の認知度を向上させ、売上を増加させます。平野信仕の活躍はエンタメ業界のみならず、広告分野でも存在感を示している。 商品の宣伝効果を高めるには彼の人気と知名度が不可欠であり、サントリーとしては彼を起用することで商品の認知度を高め、売り上げの増加を図りたいと考えていることがわかる。平野潮さんはデジタルハリウッド大学の CM キャラクターにも起用されました。特別テレビ広告は一夜限定で放映され、オンラインでも視聴できるようになります。屋外広告は渋谷の2カ所で順次出される予定で、 存在感はさらに高まるだろう。ファンのみならず多くの人が彼の姿を目にすることとなり、さらに人気が高まり、今後の活動にも期待が高まるだろう。平野仕様のキャリアはますます多様化し、その人気はとどまるところを知らない。広告業界でもその存在感は増し、多くの人々に希望と活力をもたらしています。 東京部エンパテインメント代表の滝沢秀明氏の戦略は平野信用の連続 CM 出演を後押しすることだが、妖怪では連続ドラマの主演について多くの議論が行われている。